オフフェンバッハアームマインはドイツ連邦共和国ヘッセン州に属する独立市である。ラインマイン地域に位置する人口約12万3000人のヘッセン州第五の都市である。もともとはヨグノー京都の町であったが工業都市として発展し特に比較産業の中心地として知られる。オフフェンバッハはサービス業の中心地としても重要でありデザイン分野で 高い評価を得ている産業クラスターの中心的役割を担うオフフェンバッハームマイン造形大学を有する大学都市でもある。フランクフルトアムマインと境を接するこの町はヘッセン州20都市ある上級中心都市の一つであり人口面積ともに同州で最小の軍独立市である。S 字型に蛇行するマイン側の南側がオフフェンバッハームマイン。 北側は、フランクフルトアムマイン市に属すオフェンバッハは、マイン側が S 字状に蛇行する湾曲部の南から南東岸に位置する。フランクフルトアムマインのオステント市区及び、フェッヒエンハイム市区の対岸、オーバーラント市区及び、ザクセンハウゼン市区の東にあたる。両都市の境界部では、互いに連続し、一体化した住宅地を形成している。 地域内をビーバー川やハインバッハ川といった小さな川が流れている。オフフェンバッハはヘッセンアップルワイン、カジュエンルートに面している。開発が進んでいるのは市の北部で南部には広い森が広がっている。市内の最高地点はシュネッケンベルクの166メートル。最低地点はイーゼンブルク城前のマイン川の河原で97メートルである。市の南部にある オフフェンバッハーシュタットバルトの面積は1252ヘクタールである。約57%が待つ、28%が危な、15%が多く、1%が逃避である。担当の森林管理事務所はビーバーシクの端にあり、ランゲン森林監督局の会期間である。第二次世界大戦中はこの森の中にシャインデルファーが作られた。これは 空爆による損害を軽減するために作られたものである。古木に刺さった爆弾の破片が誤った爆撃が多くなされたことを物語っている。オフフェンバッハは西と北はフランクフルトアムマイン、北東はマインタール、東はミュールハイム、アムマイン及びオーベルズハウゼン、南はホイゼンシタム及びノイーゼンブルクと境を接している。 オフフェンバッハームマインの地域は、ビーバー、ビュルゲル、カイザーライ、ラウターボルン、ローゼンヘイエー、ルンペンハイム、テンペルゼー、バルトハイムの各地区からなる。2011年に、インネンシュタット東部が、マチルデンフィールテルと公式に名付けられた。これ以前はこの場合称は、ビュルゲル市区の一部に用いられていた。市区内には、公的には個別の外区として認められていないものの、 地理的状況や建物の集合の具合などから、慣例的に外区や集落とみなされているものがある。例えば、ルンペンハイム区のハンスベックラー集落、ミュールハイム通り沿いのエイシヒ、ビーバーバルやバルト通り沿いのカールウルニヒ集落などで、ある。統計上の地域には、以下のように行政の番号が振られている。常述の区のうち、以下の三区は、かつては、 独立した町村であった。ビュルゲルは1908年4月1日、ビーバーは1938年4月1日、ルンペンハイムは1942年4月1日にオフフェンバッハに合併した。オフ,フェンバッハは561年のフランク王国、分裂後に建設された。バッハで終わる語尾は、この時代の典型的な地名の付け方である。前半部は一説には、 オーボという人名に関連していると言われる。一方、オットー・フォルガーは1860年のオフフェンバッハ自然文化財協会第一報告の中でアベニューイコールアウェであり、オーンバックが地名の起源であると唱えた。地名の起源は未だに明らかでない。オーフンやオーファノンバッハに由来するという説は地名研究の分野では可能性が低いとされる。 6世紀から7世紀に最も古い集落の南にバルト通りに沿ってフランク人の墓地が設けられた。ローマ時代には現在の地域内をローマ街道が通っていた。この街道はオフフェンバッハを通り抜け、おそらくビュルゲルやミュールハイム、アムマインを経由してシュタインハイムに通じていた。ビーバー宿やビュルゲル宿にもローマ時代の痕跡は残されている。 市域内を通っていた日本のローマ街道がビーバー近郊で交差していた。当時この地域はゲルマニアスペリオル属州のキビタスオーディリンジームに属していた。市内の発掘調査で石器時代の出土品が発見されている。しかし石器時代の入植地とフランク人のそれとの間に連続性があるか否かは結論が出ていない。ベルナー3世。 本フ,ファルケンシュタインが1400年頃にオフフェンバッハで発行した金貨20世紀になって合併した現在の宿であるルンペンハイム、ビュルゲル、ビーバーについては770年、791年、790年にそれぞれ最初の記録が残されている。オフフェンバッハについての最初の記録は977年の皇帝夫2世が フランクフルトアムマインのザルバートオル教会に宛てた寄贈証明書に残されている。それまでオフフェンバッハはマインガウの一部であり、周辺の森はドライアイヒのオカリバに属していた。オフェンバッハには30のビルト風米があった。中世から1819年までオフェンバッハはビーバーマルクの一部であった。オフェンバッハは時代とともにその所有者を変えた。最初の所有者は ハーゲン・ミュンツェンベルク家であった。彼らはドライアイヒの帝国大官として官僚の時代から所領を引き継いできた。ミュンツェンベルク家の断絶後、1255年にファルケンシュタイン家がマイン川沿いの村を相続した。1372年にオフェンバッハはファルケンシュタインク・フィリップによってセングルデンの借金の担保としてフランクフル都市に七位入れされた。 トリーア大司教ウェルナー三世、本フ,ファルケンシュタインは、オフフェンバッハの領主として1400年頃に、マイン川のアゼニ上官を建設し、効果を発行した。フランクフルトはこれを挑発と感じて抵抗した。1655年出版のマテウス・メイリアンの、同版画に描かれたオフェンバッハ・ベェルナーが死亡した。ことによりファルケンシュタイン家の男系家系は断絶し、その財産は、 他の貴族家のものとなった。ファルケンシュタイン家の医療のうちオフフェンバッハの所領は、イーゼンブルク博ルートビヒが相続した。イーゼンブルクビル博、ラインハルトの知性に、オフ,フェンバッハはその宮廷所在地となった。このために、イーゼンブルク城が建設された。1559年、オフ,フェンバッハに宗教改革がなされた。30年戦争の際、1631年に、 バイエルン軍に占領されたオフェンバッハはスウェーデン軍によって解放された。イーゼンブルク城でスウェーデン王グスタフ・アドルフによって帝国都市フランクフルトの敗北が宣言された。イーゼンブルクオフェンバッハ博予ンフィリップは1698年にユグノー派の難民を受け入れた。難民たちは町の西側に固有の集落を建設した。これによりオフェンバッハは ミンダーシュタットに成長した。この西部集落は18世紀にはシュタットと呼ばれるまでに発展した。ユグノー教徒らはタバコ製造業をフェンバッハに導入し、これが18世紀の成長市場に合致したのであった。フランクフルトには経済的自由権がなかったため、多くの起業家が当時の国境を越えてイーゼンブルクハックによって経済的に有利な特権を保障されていた。 オフフェンバッハに移住した。1739年にルター派教会の提訴がなされ、新しい市場用の広場としてアリス広場が設けられた。この広場は時にパラーで広場とも呼ばれた。それはここでイーゼンブルク軍兵士の演習が行われたためである。1770年代のオフフェンバッハ近郊詩人ゲーテは恋人のリリー・シェーネマンが住んでいたため、 1775年に、この街を定期的に訪れている。この頃、比較化工業が始まり、最初の工業及び産業が根付き始めた。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトや、ニコロ・パガニーにも交流著しい、この工業都市を訪れている。前者は出版社、ヨハン・アンドレイに楽譜を出版してもらうため、後者はピラッツィが製造した楽器の弦を購入するためであった。 1786年には、女性作家ゾフィーフォン・ラ・ロッシュの一家が、ドーム通り23番地に今日定めた。1792年、オーストリア軍がオフフェンバッハー近郊でマイン川を渡り、ヘヒスト付近でフランス軍に勝利した。1794年、イーゼンブルク公ボルフガングエルンツトによって奴隷が解放された。1798年には、 オフフェンバッハで200年以上ぶりにカトリックの礼拝が行われた。カール・ルート・ビヒモーリッツ公はユダヤ人税を1803年に廃止した。1812年にこの町で最後の死刑が執行された。処刑代はヘルマン通りとシェーファー通りの高台にあった。最も有名なオフェンバッハ市民の一人、アロイス・ゼーネフェルダーは1800年に石版印刷を発明した。 1815年のウィーン会議後、イーゼンブルク公はナポレオンと親しい関係にあったため領主権を創出した。この町は一時的にオーストリア領となったが、最終的にはヘッセン大港領となった。ビーバーマルクの廃止後、本市はハインバッハと現在のグレンツ通りとの間の1733モルゲンの土地を確保した。これ以後本市は東に向かって拡大していった。 それまでは、西あるいは、南方面へ拡大するばかりであった。ヘッセン大公国は、1828年に、プロイセン王国の関税地域に編入された。この措置は、中世から続けられてきたもののナポレオン戦争時の大陸封鎖で、その重要性を喪失しつつあった、フランクフルトメッセの終焉を意味した。1828年から数年間、オフフェンバッハで、 メッセが行われたことで、この町はフランクフルト弱体化による利益を得た。この時メッセの会場となった歴史的建造物には、現在ドイツ比較博物館が入居している。1830年に一般教育が、ついで1832年に予防接種が義務付けられた。1832年に、旧ラントゲリヒツ別ル力、ランゲン、オフフェンバッファ、 ゼイリゲンシュタットからオフフェンバッハ軍が形成され、オフェンバッハはその軍庁所在地となった。同じ年に、後のオフェンバッハアムマイン造形大学の前身となる研究機関が創設された。ダルムシュタットの科学者、エルンストゼルとフライクフルトの共同出資者、カール・エーラーは、オフェンバッハとビュルゲルトの間のマイン川沿いに、タール工場を設立した。 オフフェンバッハローカル鉄道1848年にフランクフルトザクセンハウゼンまでのローカル鉄道フランクフルトオフェンバッハ線が開通した。オフフェンバッハの駅は市の中心から西のバーンホーフ通りとカイザー通りが交差する場所に設けられた。最後は蒸気機関車 BR74 によって運行されていたこのローカル線は1955年に廃止された。 この鉄道の痕跡は S バーンの建設工事が始まるまで特にオーバーラート駅付近に残されていた。通りに最初のガス灯が灯り1853年にドーム通りとクリンマーゲスヒエンとの角に電信局が設けられた。1873年当時の南市街に現在の中央駅が建設されベーブラ鉄道が営業を開始した。これは 重工業や化学産業への道を開くものであった。これによりこの町は、その後20年間で、目覚ましい発展を遂げた。さらに1896年に、ィーブル区域のロートガウ鉄道が開通した。その後、ディーツェンバッハへの支線がこれに接続した。1874年12月24日に、ヘッセン大綱領で、初の社会民主党機関し ノイエ・オフェンバ・ヒャーツ・アイトングが発刊された。フランクフルター通り31番地のライヒスポストの市局が移転したことに伴い、1884年12月28日に電話局が設けられ、電話網の運用が開始された。これは、ベルリン・フランクフルトアム・マインに次ぐドイツで最も初期の電話網であった。現在、この建物には、 ドイツテレコムの DSL 中央交換施設がある。1888年に開発された光線は、99日間だけ、定位にあったドイツ皇帝フリードリヒ三世にちなんで、カイザーイコールフリードリヒ線と名付けられた。この水は塩分が多いため、現在はミネラルウォーターとして販売されていない。旧病院1900年頃のフランクフルター通り1902年から、 イーゼンブルクリングとシュタルケンブルクリングの建設が始まり、遊歩道のための並木道の整備がなされた。それ以後のホスピタル通りの病院移転もこれに寄与した。古い病院は一時的に市の行政当局が使用した、ほか、新しい司法センターが建設される以前から、すでに裁判所の一部として利用されていた。しかし、工事によって、 ファサード外壁の一部が崩落したためこの建物は取り壊された。新しい司法センターの一部にその再建部分を見ることができる。1908年にビュルゲルが周辺自治体の中で初めてオフフェンバッハに合併した。この合併により地域はグレンツ通りの東側のビーバーやルンペンハイムの町に接するまで東に向かって拡大した。 フーゴー・エーバー・ハルトによって設計された、現在の造形大学のシュロス広場の進行者は1917年に完成した。この広場には、その後、有限ト・シティールの彫刻家、ハインリヒ・オクストによって、ルードマイヤーの泉が作られた。1919年に、弊社前で起きた正金曜日の反乱には17人が参加した。1920年、 フランス軍がこの町を1ヶ月間占領した。1922年、市の南部でテンペルゼ住宅地の建設が始まった。世界恐慌では住民の半数以上が失業した。アドルフ・ヒトラーは1932年7月16日にシュタディオン・ビーベラー・ベルクで選挙運動を企画したが、OFC のマンフレーとバインベルクらの抵抗により実現しなかった。 後に、バインベルクはこのクラブから追放された。オフフェンバッハ住民の一部は、1936年まで国家社会主義者による権力掌握と統制政策に抵抗を続けた。1938年11月1日に、オフフェンバッハは、軍独立士として、オフフェンバッハ軍から分離されたが、同軍の軍長所在地の地位はそのままとされた。この頃、 ビーバーがオフフェンバッハに合併した。同じ11月にはユダヤ人排斥運動によってシナゴーグが冒涜され多くの住宅やオフィスが破壊された。1942年にルンペンハイムがオフフェンバッハに合併した。第二次世界大戦でオフェンバッハの36%が破壊された。損害は特にアルトシュタットとベストシュタットとに集中していた。 爆撃を免れた建物も、その後数十年間の都市刷新のために解体された。市中心部の西側にあたるヘルン通りとシュロス通りとの間はかつては、田園都市風の特徴が色濃かったが、オフィスビルで占められるようになった。例えば、ロボトニーメーナーアソチールで建築事務所の N、M ハウスなどである。丸くと広場沿いの建物は、その痕跡に至るまで取り除かれた。 リーツェンバッハとバルト通りとの間で1953年にカール・ウルリヒ住宅地の建設が始まった。オフフェンバッハは1954年に人口10万人を超え、ヘッセン州で最も新しい大規模都市となった。本市はヨーロッパ統合構想に対し、多大の尽力を行った功績により、1956年にヨーロッパ賞を受賞した。市は、 1960年にホイゼンシュタム近郊のビルトホーフを獲得し、ビルトホーフ森林地区の保全に当たった。1971年にベルリナー通りの現在の市庁舎がオープンし、旧病院から行政機能が完全に移転した。1977年にオフフェンバッハ千年祭が開催された。オフ,フェンバッハは1970年代後半という、 最も早い時期に産業構造の変化に見舞われた街の一つである。企画産業や電子産業は急速に非雇用者数を拡大した。総合的な繁栄に至る最初の段階でオフフェンバッハはフランクフルトアムマインの中心街に近いという利点を活かし構造変化を克服した。人口減少もわずかな期間で解消された。百九十五年にオフェンバッハは ラインマインスバーンで結ばれた。2002年にルンペンハイム城が復元再興され、高級住宅に転用された。同じ年にオフフェンバッハ軍は、軍庁所在地をディーツェンバッハに移した。市当局による異例に、迅速な営業建築の許可や良好な交通インフラは、企業の新たな進出に寄与している。また、賃貸住宅は、 フランクフルト中心街に比較的近いことや、交通の便が良いことから、特に19世紀後半の放末会社乱立時代に、建てられた多くの共同住宅の人気が高まっている。オフフェンバッハアームマインの人口推移1875年、オフ,フェンバッハには約2万5000人の住民がいた。この数値は、1900年までには倍の5万人に増加した。 1854年8月18日にこの町の人口は10万人を超えた。2011年12月末時点でのオフフェンバッハを主な住所とする人口は12万1970人である。オフフェンバッハには様々な国の人が住んでいる。2007年3月現在の全人口に占める非ドイツ人の割合は30.1%であった。その主な国は トルコ、イタリア、ギリシア、セルビア、モンテネグロ、クロアチア、ポーランド、モロッコ、ボスニア、ヘルツェゴビナなどである。オフフェンバッハは、シュトットガルトやフランクフルトをわずかに上回り、ドイツで最も外国人比率の高い町であった。移民系住民の比率は54.3%であった以下に示す表は、各時点での市域内の人口である。 1833年までは推定値であり、それ以後は国勢調査、または市など公的な統計機関の調査結果による。国勢調査フランス改革派協会をフフンバッハは、宗教改革以前はマインツ大司教区に属した。イーゼンブルク博クラインハルトが1542年にルター派の協議に基づく宗教改革を行い、1592年に、 改革派協会に改めた。その後、この町は何、世紀もの間改革派協会の町であった。1734年からルター派の協会組織が再興され、礼拝が行われるようになった。ヘッセン大綱領への移行後、1848年に改革派協会とルター派協会の統合がなされた。この組織は、その後、ダルムシュタットに本部を置く。 シュタルケンブルク教区監督管区に属すこととなった。後にオフェンバッハは独自の北部シュタルケンブルク監督教区の本部所在地となり、2013年現在、ドイツ福音主義協会に属している、ヘッセンラッサウ福音主義協会、ラインマイン監督管区の一部となっている。オフェンバッハの教会組織は、オフェンバッハ監督管区に属す。ローマカトリック教会は、 この町では遅くとも18世紀までに再興している。1798年から再び礼拝を行っているが、信仰の自由が完全に認められたのは1825年になってからであった。1900年頃、この町のカトリック住民の比率は約30%であった。この比率はカトリックの町であったビーバー及びビュルゲルを合併した1930年代に、 変化した。市の教区は、マインツ市教区のオフフェンバッハ主席主催区に属す。ユダヤ教組織は、19世紀には、約1000人、1939年には、約550人の信者があった。その後、ユダヤ人の課長たちは、強制収容所に送られ、家族たちは、オフフェンバッハのドーム通りにある建物に非人道的な、環境条件の下で収容された。 その多くは後に追放され、あるいは殺害された。1945年以後小さなユダヤ教組織が再結成された。現在、約1000人のユダヤ人がオフ,フェンバッハに住んでいる。1916年に建設されたシナゴーグは1938年の排斥運動で荒らされ、後に映画館として利用されていた。戦後はオフ,フェンバッハ私立劇場となっている。 一時はミュージカルの公演が行われていたが、現在は例えばコンサートなどに利用されており、イベント会場として貸し出されている。新しいシナゴーグ及びユダヤ教の組織センターは、旧シナゴーグの向かいにある。シラー広場のオフフェンバッハ自由信仰協会は1845年に設立され、2007年には約1700人の信者を数えた。この教団は、 ヨーゼフ・ピアッチによって、ドイツイコール・カトリック教会組織として設立された。ローレンツ・ディーフェンマッハは若い頃に、ここで責任ある立場を務めていた。この教団はドイツ自由信仰連合及び信仰の自由国際連盟の会員である。この教団は2006年9月から自由信仰の幼稚園を運営している。テンペル税地区のギリシア正教会も多くの信者を用している。 オフフェンバッハはキリシア正教会信者の比率が高い大都市である。復古カトリック教会のオフフェンバッハ教区は1873年に設立された。当時オフフェンバッハカトリック教会の信者らは検証を作成し、その中で法王の無語病性のドグマと普遍的裁判権等を厳格に否定し、自らこそが古い信仰を堅持するカトリックであることを明言している。 教団形成の権利、礼拝の作法や聖職者の任命権についても記した。この宗教憲証はオフフェンバッハの復古カトリック教会の会員名簿でもある。この名簿に署名した者はその時からこの教団の信者となる。最初の署名には昔のオフ,フェンバッハ市民の名が記されている。オフ,フェンバッハに本部を置くオフ,フェンバッハとビーバーの復古カトリック教会教区は 1874年に、ダルムシュタットの大公の行政府によって公式に承認された。オットー・シュタイン・バッハスベクト・ビスマルク通りとの間に、復古カトリック教会のクリストス教会がある。オフフェンバッハには、新首都派教会もある。この教会組織は1906年に設立された。ビュルゲルシクにも別の教区組織があったが、中心市外の組織に統合された。 本市で最も新しい教会組織は、フェグ・オフフェンバッハである。この組織は、連邦、フェグに属す自由教会である。毎月第1、第2、第3日曜日に、オフェンバッハのシナマックスで礼拝を行っている。オフェンバッハでは1910年から、シュタットミッションが組織されている。この組織は、オフェンバッハを十字団と連携して、聖書サークルを運営している。 移民を背景に持つ住民の比率が大きいことを反映して、ムスリムの組織もある。5つの教団の他にアレビー派の教団も存在している。オフフェンバッハアムマイン市庁舎伝統的な工業都市で、あるオフェンバッハはかつてはロートホ,ーホブルクの町であった。2011年以後スピード、グラン、FDP が連立与党を形成している。 2011年3月27日の選挙の得票率とそれに基づく議席配分。オフフェンバッハには1874年までは名誉職の市長がいるだけであったが、1887年以降は上級市長と呼ばれる市長を置いている。第二次世界大戦以後の市長を歴記する。オフ,フェンバッハ・アムマイン氏の旗、オフ,フェンバッハ・アムマイン氏の紋章は、 青地に5つの銀のどんぐりをつけ、根を張った銀の多くの木が描かれている。死の色は白から青である。多くの木は昔この町の地域が属していたドライアイヒ帝国林を示している。有効都市、カピトール旧シナゴーグのカピトール、それに隣接するメッセとシュタットハレは重要な祭事場である。オフフェンバッハームマイン造形大学の周辺では小さな内覧会から クロスメディアナイトや若い才能祭などといった大規模な展覧会まで様々なイベントが開催されている。フランクフルトのイエフィルハーモニーは2005年からカピトールを本拠地としている。博物館の夜はフランクフルトと共同で開催されている。この他にマイン川沿いのビュージングテートイーゼンブルク城との間で毎年マインウーファーフェストが開催されている。 1970年代、オフフェンバッハには活発なジャズシーンが展開されていた。オフフェンバッハには、バラエティショーや演芸のための小劇場、カピトールや、私立ホールあるいは、比較博物館の風光エヴァーハルトザールといったイベントホールがあり、演劇の上演も行われている。オフフェンバッハにおける演劇の伝統は、1911年に、 設立されたテアタークルプエルマに由来し、この劇団からカール・フレデリック・シュリッケルが排出されている。オフフェンバッハにおける小さな映画館による豊かな映画環境は1990年代の末に幕を閉じた。1997年にカイザー通りのキノ・ブロードウェイが閉館し、大手映画館チェーンによる新しく大きな映画館シナマックスがオープンした後、 1999年にグロリアが閉館した。比較博物館内には改装された映画ホールがあり、1980年代から一時的に市の映画館となった。これをプログラム映画館にしようという試みが企画されている。このほか、夏になるとハーフェン2で野外映画会が時折行われる。ドイツ比較博物館ドイツ比較博物館は建築家で、 造形大学教授の風合ーーエーバーハルトによって設立された。現在は、比較製品、民族資料、実用の工芸品が展示されている。ドイツ靴博物館が、比較博物館に併設されている。クリングスポール博物館は、国際的な書籍と文書の博物館である。この博物館は、カール・クリングスポールと1938年に、 ニューヨークに移住したオフェンバッハ出身者、ジークフリート・グケンハイムのコレクションを基盤としている。この博物館は、書籍印刷の歴史、イラストレーション、タイポグラフィーに関する文物を収蔵している。特にルドルフ・コッホ、オット・ライヒエルト、ハインリヒ・オストラの遺品や、ジャンバチスタ・ボドーニのマン・アレイ・ティペグラフコ、ベーター・ベーレンスの作品などがある。ハウス・レアシュタット・ゲシヒテは、 私立博物館と私立文書館からなり、オフフェンバッハ市の歴史的発展について展示を行っている。重点は、オフ,フェンバッハの主工業、ヨグノー教と書籍印刷である。ここには、ビーバーのゴフも展示されている。2011年4月に、エイリヒ・マルティンの作品を含む、近代芸術、グラフィック作品部門がオープンした。オフフェンバッハは、 17世紀後半から18世紀のヨグノー教徒による建物を特徴する街であった。その典型的な建築様式はマンサード屋根にある。この時代の建物で最も規模が大きなものがフランス改革派協会とフランクフルター通りとアリス広場との角にオリジナルのまま保存されているオフィスビルである。戦後復興とベルリナー通りの建設により、 中心街の風景は一変した。これに対して隣接する地区にある放末会社乱立時代の建物はほとんど無傷で残されている。この町には430の文化財建造物の他に29のゲザムトアンラーゲがあり、合わせて約1600の保護建造物がある。イーゼンブルク城ルネサンスオフフェンバッハの象徴的建造物で最も有名な建物は イーゼンブルク城である。この城管は1576年にイーゼンブルク博によって建造されたもので、アルプスの北側で最も重要なルネサンス建築の一つに数えられる。この城管は何度も改修がなされた。最後の修復は第二次世界大戦で屋根の骨組みが消失した後のものである。その本来の姿はマテウス・メイリアンの風景版画に見ることができる。 この上官は1999年から隣接するオフフェンバッハームマイン造形大学の一部となっている。所有者はヘッセン州である。古典主義建築古典主義建築は主に市内中心部、例えばフランクフルター通りなどで見られる。この様式の建物は3階建て、または高くても4階建てであり、鎧窓が付けられている。リリー・テンペルは 1798年にオフフェンバッハリリー公園内に公衆浴場として建設された。この建物はニコラス・アレクサンドレ・サランド・モンホールの作品のうち、ラインマイン地区で唯一原型のまま保存されている建物である。都市伝説によれば、この園庭の名前はゲーテの恋人にちなんだもので、彼らは1775年にこの公園でデートしたとされている。 この古典主義建築は2004年の修復後、ある個人に永代借屋権が与えられた。ルンペンハイム城はヨーロッパ貴族が集まる場所であった。第二次世界大戦で外壁が破壊された。この建物は1965年にオフフェンバッハ市の所有となり、多くの部分が修復された。最後に行われた中央翼の修復後、1805年頃の外観を、 取り戻した。現在この建物は、指定となっている。2011年までは、城の中庭は、そこから続く、城巻公園で中世祭りが開かれていた。ビュージング帝歴史主義様式その後工業化され、大都市に成長したオフェンバッハでは、爆撃による被害や、都市改造にもかかわらず、歴史主義建築が主流を占めるようになった。他の大都市とは異なり、この街では、 ほとんどの大企業が労働者用住宅を建設しなかった。成り上がった市民や企業は贅沢な設備の堂々とした建物を残した。歴史主義様式の最も結出した作品は1775年にはすでに建設されていたのだが1901年から1907年にかけてネオバロック様式に改築されたビュージング邸である。これはオフェンバッハの企業家。 ベルナルト一家の都市型邸宅であった。現在、本館内には、戸籍役場、私立図書館、クリングスポール博物館が入居している。この豪華な館の部屋は、様々な目的のために市によって貸し出されている。この他の歴史主義様式の贅沢な建造物は、主に、ベストエントのお屋敷街やフランクフルター通り西部の南側に集まっている。 パーク通りのライプニッツギムナジウム旧館やドライアイヒ、公園の端にある19世紀後半のいくつかのコンクリート建築も見応えがある。重要なネオバロック様式の宗教建築にビーベラー通りのカトリック教区教会、セマリエン教会がある。バロック様式を基調とし、有限とスティールをアクセントに加えたこの三老式教会はマインズの聖堂建築家、 ルートビヒベッカーの設計に基づいて1911年から1913年に建設された。S バーンの工事により構造上の損傷を受けたが、その後完全に修復された。教会の南にあたるマチルデンガイクは、インネンシュタット周辺部に作られた、放末会社乱立時代の住宅地の典型例である。インネンシュタット南部及び中心部に近い地域の景観は、 泡末会社乱立時代に建てられた賃貸アパートによって占められている。その多くは有限と市ティールの影響を受けた保守的な古典主義建築後期の作例である。建築装飾は主に砂岩で作られている。また、いくつかの建物はクリンカー作りである。こうした建物の状態はそれぞれ大きく異なっており、文化財にふさわしい方法で修復が行われている。 オフフェンバッハしていたは20世紀の建築建築家で、比較博物館の創始者であるフーゴー・エイバー,ヴァーハルトは20世紀の初めにオフフェンバッハでいくつかの建物を建設した。ハイネイコールファブリークの管理棟、奥、技術学校の建物がそれである。これエラの建物は近代建築への移行期の重要な実例である。大学は1982年に建築学科が 廃止になるまでに多くの建築家を輩出した。ここで教弁を取った人物としては、ドミニクス・ベーム、ヨーゼフ・リングス、ベルンハルト・ヘルムケス、バルター・シュバー・ゲンシャイトラがいる。イーゼンブルク城内にある大学の真向かいに、ヘッセン州の建築局が入居しており、数多くの公共建造物がここで設計されている。ドミニクス・ベームの初期作品である邸宅のいくつかが、 オフフェンバッハに保存されている。1945年以後、3組の全国的に有名な建築家がオフフェンバッハで仕事をした。パウル・フリードリ・ヒッポーセ・ネンスケ、アドルフ・バイヤーと高層家屋プロジェクトで知られるノボトニー・メーナー、アソチイルテ建築事務所である。土涛のような復興期であったにもかかわらず、これらの建築家たちはこの町で高い創造的価値を持つ建築を、 数多く実現していった。アドルフ・バイヤーは、ルドルフ・コハホ・シューレ、連邦歌手専売管理局、ベートーベン・シューレを設計したと施した、金属フレームの窓や明るいクリンカーの使用などである。パウル・フリードリ・ヒッポー・セネンスケは、フンボルト・シューレやドイツ気象庁を設計した。戦後復興期の1952年から1954年に、フランクフルター通り沿いにバルターアーケードが設けられた。 家具屋にちなんで名付けられた、このアーケードは1960年代まで存在していた。ガラスモザイクで装飾されたアーケードは、フリッツ・ライヒャルトによって設計されたものであった。現在も活動しているのボトニー・メーナー・アソチールでは、より新しい作例である、オメガハウスや高さ120メートルのシティタワーが代表作として挙げられる。復興期には、 ゼップルフやエゴン・アイアーマンといったスター建築家がこの街で活動した。1971年にオープンした高さ70メートルの視聴者は打ちっぱなしコンクリートの優れた作例としてヘッセン州の保護建築リストに登録されている記念碑的な建築である。オフフェンバッハの第二次世界大戦後最も有名な都市計画が東西軸となっているベルリナー通りの建設である。 はじめは都市型アウトバーン風の性格を有する4、車線の道路であったが、S バーンの工事完了後に、並木道に改造された。シナマックスや様々なオフィスビルなど、新しい建物が作られた。産業構造の変化により、とりわけカイザー来宿で、数多くのオフィスビルが建設された。オメガハウス、BHF 銀行、G メンスパワーイコールジェネレーション、ハニーウェル、 ヒュンダイヨーロッパなどである。1999年に、KSP エンゲルウントツマーマン建設事務所は、ベルリナー通りに、私立貯蓄銀行の建物を建設した。戦後期の建築場のミスの改修も行われた。急病院の打ちっぱなしコンクリートのファサードが、改修され、つばいてエベーネが取り壊された。市民病院は新しい建物に移された。 戦後の建造物の扱いは熟慮をされていない。このため、後期モダニズム建築の実例が、例えば旧ドイツ気象庁庁舎のように取り壊されたり、あるいは、ドライアイ飛公園前の警察署やドイツ統一広場、前の旧商工会本部さらにはその向かいの、ルドルフ・コハホシューレなどのように改修、改築されて、その創造性を無価値にされてしまったりしている。 ドライアイヒ公園オフェンバッハは広い緑地を有している。公園施設としては、ビュージング公園、隣接するリリー公園、ドライアイヒ公園、ビーバラーベルクのレオンハルト・アイスナー公園、ルンペンハイム城の上巻公園が挙げられる。ドライアイヒ公園内には、ドイツ最古のコンクリート建造物が修復を受けて残っている。特殊なものとしては、気象公園が挙げられる。 オフフェンバッハグリーンベルトはいくつかの公園施設を結んだもので自転車道が通っている。この自転車道は廃線になった工業鉄道の軌道跡を利用したもので、その一部は工業文化の形となっている。より広い意味での緑地としては、マイン川の歌詞が挙げられる。西のフランクフルトからルンペンハイム、さらにはハーナウ方面に伸びており、 歩行者や自転車が利用できる。マイン側の打工部は、多彩な水辺の緑地環境を提供している。マイン側のカシマイン側や、ビーバー地区のビーバー川、テンペル税地クのハインバッハ川のほか、レールグラーベン、ブーフライングラーベン、オーバーホールストグラーベン、ビントホーフスバッハ、グレンツグラーベン、バルトハイムのクーミュールグラーベン、ブーフヒューゲルグラーベンといった小さな水路がある。 清水面では、オーバーフュルスト池、ビュルゲルシクのエンテン湖、ブーフライム池、ビーベルン湖、ルンペンハイムシクのシュルト排水池などがある。シュルト排水池は、下記には水浴場として利用される。オフェンバッハで最大のサッカークラブが、キッカーズオフェンバッハである。ドリッテリーガでプレーする、このクラブは、シュパールダバヌヘッセンシュタディオンをホームグラウンドとしている。このスタジアムは、 かつてのシュターディオンス・アム・ビーベラー・ベルクが取り壊された後、同じ場所に建設され、2012年の夏にオープンした。OFC は、1950年と1959年に、ドイツサッカー選手権の決勝に進出し、1970年には、DFB ポカールを獲得した。ローゼンヘイにあるエルステオフェンバッハ水泳クラブのスイミングプールは、 夏季にはとても人気がある。このクラブ出身の最も有名な水泳選手として、ミハエル・グロスが挙げられる。フェヒトクルップ・オフフェンバッハ本百8 6 3 e v も特筆すべきである。ヘレーネ・マイヤーやコルネリア・ハーニッシュは、このクラブ出身の最も有名な選手である。カーニバルのパレード・オフェンバッハの経済は、大変に幅広く形成されており、 少数の大企業に依存したことはかつてない。ユグノー京都の流入と経済的自由権が中規模企業による経済的発展をこの町にもたらした。オフフェンバッハは1970年代に早くも景気交代と戦うことになった。これは電子産業や比較産業の多くが極東に移行したためであった。その後、サービス業、特に金融業や 自動車販売業の進出によって経済構造の転換がなされた。かつての工業系企業もその立地の良さから管理部門をオフフェンバッハに残したままにしているところも多い。またオフ,フェンバッハにはグラフィックやインダストリアルデザインといった分野のデザイン事務所が数多くある。カップス石鹸工業一定数の工業系企業がオフフェンバッハに泊まっている。 21世紀初頭の約10年間でその数はほぼ普遍である。こうした企業にはマンローラント AG、シュラムイコールコーティングス、アルフレートクロートラックファブリーク、ダンフォス、カップス石鹸製造などがある。A、エーラー染料工場は長年にわたり染料やポリエステル繊維、およびその原材料を製造するヘキスト AG の重要な工場であった。現在この工場は アレッサ科学が所有している。ペットボトル原料の PET を生産しており、アメリカ企業、インビスタレジンスファイバース社の参加にある。かつては重要な産業であった、比較製品製造業は、業界の主導的地位を担ってきた、ゴルトップファイル社が2008年に閉鎖され、現在では重要な役割を与えられていないが、製造者や販売会社は、 オフフェンバッハ周辺にまだ多く見られる。オフフェンバッハには、この他に、ハネウェルド一覧と、ジーメンスパワー・ジェネレーション、あれは、ローエンタといった企業の管理部門がある。エネルギー・フェアゾールグング・オフフェンバッハは現在、マンハイムの MVV エネルギー AG の傘下にある。この会社は、16万人以上の顧客を有し、年間20万トンのゴミを焼却する。 人海火力発電所を運営している。サービス業オフェンバッハのインしンシュタットはフランクフルトアムマインに近く多くの地区がフランクフルト市に隣接している。特に西部に位置するカイザーライシュクには S バーン建設後銀行、保険会社、企業コンサルタントの本社や支店が存在するようになった。例えば BHF 銀行やキャップジェミニなどである。 オフフェンバッハでは約900社4000人がデザイン分野の産業クラスターを形成している。これはドイツで最も重要なデザインクラスターの一つである。関連する企業は建設、タイポグラフィー、グラフィック、ウェブデザイン、インダストリアルデザイン、乗り物のデザイン、映画やアニメーションにまで及ぶ。その要因は一方では歴史的な生産都市であることや、 オフフェンバッハームマイン造形大学の存在であるが、もう一方では、ラインマイン地域の中央に位置する、その立地にも起因している。ホンダスモールハイブリッドコンセプトのコンセプトカー、自動車メーカーもう一つの重点産業分野が自動車、産業である。自動車メーカーホンダの北ヨーロッパセンター及び開発、デザイン部門がシュプレントリンガーラントシトラーセにあり、 未来志向のホンダスモールハイブリッドコンセプトのコンセプトカーはオフフェンバッハで開発された。韓国の自動車メーカーヒュンダイのヨーロッパセンターや韓国のタイヤメーカークムホタイヤの管理部門がオフ,フェンバッハのカイザーラーシにある。またオフ,フェンバッハしていたワー内には日本のタイヤメーカーファルケンが入居している。オフ,フェンバッハは自動車産業界のいわゆる オートモーティブイコールクラスターラインマインという産業クラスターの一部となっている。このクラスターには製造から開発、ヨーロッパセンターなどすべての価値創出チェーンが包含されている。オッフェンバッハのショッピング街はフランクフルター通りとこれと並行しているグローセ・マルクト通りである。ほんの数百メートル東には高級食品店のあるビルヘルムス通りがある。この広場では 有名なオフェンバッハの州の市も開催される。これに対して、マルクト広場はインネンシュタットの通りにあり、S バーンの駅名もこれにちなんで付けられている。2009年9月、アリス広場に60店舗、4階建てのショッピングセンター、コムがオープンした。南の市街に向かう道路バルト通りとシュプレントリンガー、ラントシュトラーセ沿いには、スーパーマーケットや自動車販売店、 ショッピングセンターのリングセンターがある。連邦歌手専売管理局ビースバーデンやダルムシュタットとは異なり、オフフェンバッハには公的研究機関、主要な連邦官庁国政に関与する企業などは存在しない。ただし大規模な連邦官庁が2つ存在する。ドイツ気象局と連邦歌手専売管理局である。オフ,フェンバッハには多くの病院がある。 248床の決定ラー病院や約873床の長期入院施設と35床の一時入院施設を要するクリニックムオフェンバッハアムマインは全国的に有名でオフェンバッハ市民やオフェンバッハ軍住民に医療を提供しているクリニックムオフェンバッハはヨハンボルフ・バングゲーテ大学フランクフルトアムマインのアカデミック研修医療施設の機能を担っている この病院は2009年末に約1400万ユーロを費やした新棟を建設した36章の国クムフ不ーアウフはホメオパシー療法の病院で民営の内科クリニックであるオッフェンバッハ消防団はプロの消防隊と自由医師による自衛消防団青年消防団からなるパーク通りの南東ヘッセン警察本部の他に 市を東西に分けて二つの管区警察署がある。ドイツ気象局ドイツ気象局をフェンバッハに本部を置く。ドイツ気象局は、ラインマイン地域で年間およそ9万件の予報を行い、約2万の警報や注意報を発しており、住民に必要不可欠なサービスを行っている。ドイツ気象局は、フランクフルト空港を介して、航空運用においても重要な役割を担っている。 気候変動の監視や研究、地球温暖化や、その続発現象の影響を見積もること、国家及び国際レベルでの損害を最小化することも重要である。ドイツ気象局のドイツ気象学図書館は、世界最大級の専門図書館の一つである。ドイツ気象局は訪問者が自由に入ることができる気象公園を運営している。ルンペンハイ無宿のフェリー道路交通しないの重要な メインストリートして、カイザー通り、フランクフルター通り、ベルリナー通り、マイン通り、バルト通りや、タウヌスリング、オーデンバルトリング、シュペッサルトリング、レーエン通りからなる、南環状道路が挙げられる。市街地から外に向かう重要な道路は、シュプレントリンガーラントシトランセ、ビーベラー通り、ミュールハイマー通りである。カール・ウルリヒ橋が、 カイザー通りとフランクフルトのフェヒエンハイムシクトを結んでいる。また、オフフェンバッハのルンペンハイムシクトマインタールのビショフスハイム地区との間をフェリーが運行している。市の南を連邦アウトバーン A3 号線が通っており、市の西に位置するオフェンバッハジャンクションで連邦アウトバーン A661 号線と交差する。さらに、連邦道 b 三四十六 448号線が市内を通っている。鉄道オフフェンバッハをベーブラ鉄道が走っている。市街地ではこの鉄道はベルリンをモデルにした高架線となっている。この路線内には1872年から1873年にかけて建設されたオフフェンバッハ中央駅があるが遠距離交通に関する重要性は失われている。 ドイツ鉄道のインターシティは、1日に3本が、この駅に停車するだけである。近郊鉄道交通では、オフフェンバッハは、ドイツ鉄道及びビアス、GMBH のレギオナルバーンやレギオナルエクスプレス、といった、近郊列車や、ラインマイン S バーンの S1、S2、S8、S9 号線が利用可能である。S2 号線の運行プランが変更され、オフ,フェンバッハ中央駅を、 始点、終点とする列車がなくなり、それ以後市街地を通る S バーンはすべてオフフェンバッハシティトンネル内を通ることとなった。この結果、S バーンと近郊、遠距離鉄道とが完全に分離され、中央駅は S バーンに接続していないため、中央駅でありながら近郊、遠距離列車から S バーンへの乗り換えが一切できないという奇妙な状況になっている。 オフフェンバッハシティトンネル。明るい緑色の路線が S バーンで、破線部がオフフェンバッハシティトンネルである。オフフェンバッハ中央駅はこの路線上にないことがわかる。駅オフフェンバッハアムマイン市内には7つの駅がある。このうち1つは近郊遠距離鉄道の駅で、他の6つは S バーンの駅である。S バーンの駅は2種から順に記載。さらにバルトハイムに、 新たなエスバーンの駅が計画中である。ドイツの駅は分岐器を有するボンホフと、これを持たないホールプンクトとに類別される。オフフェンバッハ交通運輸、GMBH バスオフ,フェンバッハでは、クールヘッセン地域交通、GMBH の地域バスとオフ,フェンバッハ交通運輸、GMBH の市内バスが運行している。両社は地域近郊交通組織体を形成している。 ローノは、オフフェンバッハの近郊交通という名称下で、市内交通を一体化している。市内の鉄道路線、バス路線には、ラインマイン交通連盟の統一料金体系が適用される。1951年から1972年まで、トロリーバスがオフ,フェンバッハ市内を走っていた。現在、オフ,フェンバッハアムマインの近郊バスはもっぱら、ディーゼルバスによって運行されている。 オフフェンバッハ市境停留所のフランクフルト市電路面電車オフフェンバッハは世界で最も早い時期に路面電車を運行させた街の一つである商業顧問館、バイントラウト銀行家、バイマン、メルツバッハ銀行からなるオフェンバッハコンソーシアムの尽力によってザクセンハウゼンのアルテブリュッケを出発しオーバーアラートからオフェンバッハに入りフランクフルター通りを経由して丸くと広場まで さらには、マチルレン広場に至る、フランクフルト・オフフェンバッハトラムバーン会社の路線が1884年に開通した。1906年に、オフフェンバッハには3路線の路面電車を有していた。しかし、1967年には、インネンシュタットで最後の路線が廃止され、1996年に、フランクフルト市電が運営する、第16号線として移管された。 これ以後、路面電車の路線は、市会を終点とし、そこでバスに接続することとなった。レンタサイクルニオとオフフェンバッハシとの共同事業として、50代の自転車によるレンタサイクルシステムが運営されている。この公共レンタサイクルシステムの営業者は、ライプツィヒのネクストバイク社である。公共交通と個別交通の中間にあたる。 このレンタサイクルシステムの利用数は倍増しており、延べ貸し出し数は年間約1000台に達している。オフフェンバッハ市民はこのシステムをより良いアクセスを得られるもう一つの交通機関と捉え、レンタサイクルを使うことで近道を通ることができると考えているとニオのマネージャーであるアーニャ・ゲオルギは評価している。貸し出しのステーションはカイザーライン駅、マルクト・プラッツ駅、 フランクフルター通りとカイザー通りの交差点、中央駅及びオフェンバッハオスト駅にある。自転車道マインガーの貸しには多くの自転車道が通っている。オフェンバッハ港貨物輸送と内陸水運2005年夏の時刻表から市の東部に位置する遠距離鉄道網に接続するオフェンバッハ貨物駅が再び活発に利用されるようになった。この貨物駅は 現在の場所で1919 19年から運用されている。1873年から1919 19年までの間貨物駅はオフフェンバッハ中央駅のすぐ隣で営業していた。内陸水運についてはオフフェンバッハはマイン川及びライン川を経由でノルトベストファーレンやオランダの重要な工業地域あるいはマインドナウ運河を通して 中央ヨーロッパ南東部にも結びついている。しかし、オフフェンバッハ港の重要性はさほど大きなものではない。港湾施設は次第に縮小された。港湾地区は2012年から居住、産業地区に改造されている。マイン川の利点3 8 5 1トルのオフフェンバッハ派席は肛門を持つ席である。この席は、 オフフェンバッハカイザーライの試っ会に位置している。オフフェンバッハアムマインゾー系大学オフェンバッハには、総合大学はないが、国立の芸術大学であるオフフェンバッハアムマインゾー系大学がある。この学校は、1832年にテコ芸学校として設立され、1970年に短科大学となった。この大学には、ビジュアルコミュニケーション学科と、 製品造形学科の二つの学科がある。オッフ,フェンバッハには多様な大学がある。オッフ,フェンバッハは2006年からベワの所在地でもある、カトリックの南ヘッセン教育施設は、オッフ,フェンバッハ、ドライアイヒ、ロートガウ、ゼーリゲンシュタットの各教会クライスを対象としたマインズ市教区、教育施設のカトリック成人教育を担っている。オッフ,フェンバッハアムマインでは、 日刊誌オフェンバッハポストのオールが刊行されている。市民テレビ、オフェナーカナル、オフェンバッハフランクフルトは、オフェンバッハからケーブルテレビで配信されている。フランクフルタールントシャウは、2010年からカイザー通りにローカルオフィスを運営している。ラサペクトオブは、オフェンバッハの文化や経済に関する雑誌で、書店で販売されている。オフロットは、 オッフ,フェンバッハの文化やイベント情報のフリーペーパーである。クレイダイ KRNK、フェバックの像多くの隣接する街の間がそうであるように、フランクフルトアムマインとオッフ,フェンバッハアムマインとの間にも緊密なライバル関係が存在する。それはお互いの街を揶揄する数多くのジョークに現れている。オッフェンバッハのシュタットホーフとフランクフルター通りの角には このライバル関係を示す、クレイダイ KRNK、フェバック、ダイスタービンネセ A ー、ダイフンデラッセセラフ、と刻まれたブロンズ製の群像がある。この言葉は、19世紀にオフフェンバッハを訪れ、繋がれていなかった犬に襲われたフランクフルト商人の叫びに由来する。彼が身をかがめて取り、犬を攻撃しようとしている石は地面に固くめり込んで固定されている。商人は思わず、 オフフェンバッハの最悪を願ってしまったというわけである。両氏のライバル関係は歴史に根ざしている。中世にはすでに帝国都市フランクフルトと近隣の都市との間で領土争いが起きていた。30年戦争ではスウェーデン王グスタフ・アドルフはオフフェンバッハのイーゼンブルク城を居所とした。彼はここからフランクフルトの降伏を宣言した。 宗教改革後はルター派のフランクフルトと改革派のオフフェンバッハとの間で宗教葬儀が起こった。さらに18世紀以降イーゼンブルク博はブルジョア的なフランクフルトが望まなかった工業の導入を奨励した。19世紀になってもフランクフルトは純粋な商業都市であり、オフフェンバッハは工業への転換を一層進めた。プロイセンによる併合後、 フランクフルトも工業化が進展し、ライバル関係を強めていった。20世紀にフランクフルトは、プロイセン領の衛星都市を合併し、北や西方向へ拡大していった。一方、オフ,フェンバッハが拡大することはなかった。1945年までは、漁師の試作会は、国境でもあった。長年のスポーツにおけるライバル関係は、漁師のサッカークラブ、 キッカーズオフフェンバッハとアイントラハとフランクフルト及び、そのファンたちを育てた。やがて両者の試合は、ダービーと呼ばれるようになった。特に激しかったのは、1950年代、DFB ポカール、キッカーズが陥落するまでのサッカーブンデスリーガなどで、ある。シュトライヒホルツカールヒエンの記念像オフェンバッハの名物男が、マッチ商人のカール・ビンター・コルンである。 彼は20世紀の初めにオフフェンバッハとフラクフルとのアップルワイン組合を取引があるマッチ商人であった。彼が地元で有名になったのは身長130センチメートルで小太りのその体型にあった。だが彼をさらに有名にしたのはその言動であった。職業を問われると彼はこう答えたものだった。材木賞です。彼はゲルバー通りに住んでいた。 ビルヘルムプラッツには彼の像が建てられている。彼の墓は死によって保護されている。ハインリヒホンブレンターのヘレーネ・マイヤーを描いた記念切ってこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。